存立危機事態だと思ってるんですよ。そして国民の声を聞かない国民主権の存立危機事態だと思ってるんですよ。そして民主主義の存立危機事態だと思ってるんですよ。そして何よりも戦後平和主義を貫いてきた日本のありようを根底から覆す日本の平和主義の存立危機事態だと思っているから、これね、安倍政権を許さないじゃないんですよ。安倍政治を許さないわけですよ。トータルに言ってるわけですよ。今日採決するのは、これは本当に私は愚かな愚行の極みになると思います。この委員会は私へのデモから始まっ、私へのヤジから始まって、そして先ほど間違えましたと言いますけど拡散しちゃったんですよ。私へのヤジから始まって私へのカフェスタのデマで終わらせようとするんですか。私は断じて認められない。これは私個人の話ではないんです。これは国民の皆さんに対して非常に軽率そして不誠実な態度をしているということを、総理はこの後に及んでもだらだら言い訳、その安倍政治そのものがおかしいと言われているんです。具体的に総理の答弁を例にいくつか質問したいと思います。まず集団的自衛権の行使、総理はですね、何回も何回も集団的自衛権の行使について今日に至るまで10年以上前から質問されてきました。そしてですね、官房長官の時こうおっしゃっています。これは2006年4月17日の答弁です。集団的自衛権の行使は、この時官房長官でした、必要最小限を超えるものである、つまり絶対概念としてそのものがダメということではなく、量的概念としてそれを超えてはいけないということであれば、それは行使できる集団的自衛権もあるのではないか、そういう意味においてと答弁されてるんですよ、総理は。ところがですね、昨年の総理大臣になった時も集団的自衛権は量的概念でちょっとだけだったらできるんだと答弁してるんです、総理。しかしですね、これはすでにその前、総理が幹事長の時の11年前に同じような趣旨の質問をして、当時の秋山法制局長官に量的な概念ではございません、そしてこう言っています。必要最小限を超えるか超えないかというのは、いわば数量的な概念などで、それを超えるものであっても我が国の防衛のために必要な場合にはそれを行使するというもの、いうものも解釈の余地であるのではないかと安倍総理はお尋ねでございますが、集団的自衛権の行使は我が国に対する武力攻撃が発生したことを満たしていないとダメ、数量的な概念で申し上げているのではございませんと、11年前に否定されているのに、自分が官房長官になったら、総理大臣になったら、一旦否定されていることを、いや、数量的概念で、ちょっとだけだったらできる集団的自衛権もあるんだと、公的な立場であなた答弁してるんですよ。これこそですね、自分の思い通りに憲法をねじ曲げよう。で、そこで総理にお聞きします。今ですね、1972年見解、砂川判決のことを根拠に挙げていらっしゃいますが、11年前から総理は集団的自衛権について何回も質問したり答弁してますが、砂川の素の字も、1970年見解、47年見解の一文字も出てこないんですよ。総理はいつですね、1972年、昭和47年の見解や砂川判決が、集団的自衛権の行使を私は認めておりませんが、一部なら認められる根拠になると誰から教えてもらったんですか。いつ気づいたんですか。一回も言ったことないんですよ。ずっと集団的自衛権の行使のことを言って、いつですか。それをはっきりしてください。去年の5月の、6月の11日いや、5月の8日の答弁でも砂川判決のことは言っておりません。いつですか総理、はっきりしてください。安倍内閣総理大臣。
まあ、これはいつですかという、まあ、私の内面のことについての、ご質問だと思いますが、そもそもいわば、まあ、自衛権があるということについてはですね、これは大事、最高裁の判決としてはこれは砂川判決であるということは、これはまあ常識で、ございます。で10代から申し上げている通りですね、ここで、必要な自衛の措置を取りうるべきということはですね、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないとの、いわば砂川判決があるわけでありました。だからいつから、これはもうずいぶん前から私はこれは当然、知っているわけでございます。この上においてですね、この砂川判決の上において機を一にする形でですね、昭和47年の政府見解があるわけでございます。でこの政府見解においてですね、この当てはめがどうなのかということについての、まあ、疑問があるからこそ私は質問をしているわけでございます。まあ、その、いわば機を一にする形でのですね、これは昭和47年の見解があるわけでありますが、この必要な自衛の措置の当てはめとしてですね、果たして、全ての主犯罪自衛権の行使が認められないのかどうかという、観点からこの、私は、まあ、質問を繰り返してきたわけでございました。自衛な措置の中で必要な自衛の措置は何かという中において、果たして全てそれは主犯罪自衛権の行使が払えないのかどうかという観点から質問をしているということでございます。委員長、辻元清美君。後付けですよ。というのは、横畑長官がこの間の答弁で、砂川判決や1972年見解の今までの法制局長官で聞いたことない。で、この間、法制局長官のお一人が来られて、黒を白に言いくるめるようなものだ、横畑長官おっしゃった、あ、いや、その、宮崎長官がおっしゃった。で、横畑長官はですね、これに対してですね、見解が違う。法制局というのは、時の長官によって、コロコロ見解変えていいわけですね。ですから、横畑長官が去った後、別の法制局長官が、また見解が違うと。変えていいってことになるんですよ。わかりますか？あなたは、青いバラが開発された。じゃあ、黒いバラが開発されたらいいんですか？また変えて。そういうことをしているから、国民は不信感があるんです。総理にもう一問聞きましょう。